アンのエニータイムアンダンテ。アンです。エニータイムアンダンテ、今日のテーマは休暇です。私はもし休暇が取れたらやってみたいこと、それはお片付けです。こんまりさんってお片付けの本やテレビにもたくさん出てらっしゃって有名な方なんですが、その方の本によると、一気に部屋の中央に物を集めて、で一つ一つ見てときめくときめかないときめくときめかないで、どんどん物を分けていって、でときめくものだけに囲まれて暮らす。そうすると本当に他にもいいことがたくさん起こるよみたいな本を読んで、あーそれいいなー、やりたいなーって言いながら、まあなんかね、朝早くからやんなきゃいけないし、休暇取れた時とか、あっていうかむしろこんまりさん来てほしいよなーとかって思いながら、結局まだ私何にもしてません。こんまりさんすごいね、こうたくさん予約入ってて大変かもしれないんですが、一度ぜひお会いしてときめくときめかないっていうのを教えてほしいなって思います。まあそうなると当然こんまりさんは休暇じゃなくなっちゃうと思うんですが、まあでもちょっと一人でもやってみようかな。休暇の思い出といえば、小学校の時に夏休みの旅行で行った屋久島、これまたぜひ行きたいなと思ったんですが、その時行って何をしたかというと、カヌーに乗ったんです。で一人乗りのカヌーなので、何か溝とかにはまったら自分で脱出しなきゃいけないっていうスリルが、小学校の時の私はすごくワクワクしたのを覚えています。その時自分で乗れる乗り物って自転車ぐらいしかないんじゃないのかなっていう中で、なんかこう自分で漕いでるっていう感じがすごい楽しかったです。それから屋久杉を見るトレッキングなんかもしました。あとはですね、川から海に直接注いでる滝っていう珍しいスポットもあって、でそこに夕方行ったんだと思うんですが、そこで見た夕日が近かったっていうのがすごく印象的でした。気象的な条件がいくつか重なると、そういった珍しい太陽が稀に見られるそうです。大人になってからもう一回行って、もののけ姫ごっことかやりたいですね。全然大人じゃないんですが、屋久島行きたいな。それから今休暇ができてどこ行きたいって言われたら、まあ屋久島も行きたいんですが、東京都に住んでいる私としてはぜひ伊豆七島をいつか制覇してみたいです。大島とか神津島とか、あと新島も行ったかなと思うんですが、まだまだ青ヶ島とか、あと小笠原とか父島母島とか、あとまあ今入れないんですが硫黄島とかもありますね。だいぶ行くの昔に比べたら簡単だとは思うんですが、例えば小笠原は週に何便かしか飛行機が来ていなかったりするので、がっつり休みを取ってたっぷり自然を味わうぞっていうような機会を設けないとなかなか行けないなと思うので、結構憧れの場所です。なんか今こうやって自分で話していたら島に憧れてるのかなって思います。まあ暖かくなってきたし、海とか川とか行ってみたいですね。エニータイムアンダンテ、またお会いしましょう。アンでした。